痩せる最強の朝食メニューをお伝えします。あなたは普段朝ごはん何を食べていらっしゃいますか？私はですね、以前、過去ですね、こんな朝ごはん食べていたんですよ。このお話をするとですね、クライアントの方からも、先生本当ですか、信じられませんっておっしゃるぐらいの、まあ、朝食の内容だったわけです。それは何かと言いますと、朝からメロンパンだとかクリームパンみたいなこう菓子パンプラス、これまた甘いババロアとかゼリーのこうデザートをつけ、これまた甘いお砂糖ミルクたっぷり、氷もたっぷり入れたカフェオレ、これが私の朝ごはんだったんですよ。どうかしたらですね、まあ後から食べるこうおやつを、まあ、ちょっと我慢するぐらいだったら朝ごはんに食べちゃえと思ってですね、チーズケーキとか食べる人だったんですよ。朝からヘビーなですね、全然平気だったんです。いかがですか？あなたは時々そんなことありますか？もしくはその朝からこうパンばっかりとかですね、もしそういう朝食を今召し上がっていらっしゃるとしたら、今からお伝えするこの動画のお話ご覧いただくと、あなたは劇的に痩せることができるんですよ。またですね、この私今伝えたメニュープラス、オーストラリアにですね、南半球の約1年間ホストファミリーと暮らしていたことがあるんですけれども、その時の私の朝食はですね、まあ、もちろんパンも食べていましたが、ほとんどこうワンプレートで済む簡単なものでですね済ませてたんですよ。何だと思います？こうワンボールで済む食べ物、手軽で、あっという間に準備ができて、そうです、フレークです、コーンフレーク、コーンフレークをですねザラッと入れるじゃないですか。でバナナももうめんどくさくもパンパンと手でちぎってですね、で冷たい牛乳をこうダバダバッと入れてガブガブガブってね食べてたんですよ。でどうなったと思いますか？私の体、まずひどい便秘になりました。もうほんとパンパンで、でプラス生理が半年止まりました。またその肌荒れがすごくてですね、プラス今よりも体重が10キロ増えていたんですよね。で、まあ、ほどなく日本に帰国して、私はもうとんでもない体調不良に見舞われたわけなんですね。もう本当に人前に出れないような、もう醜い顔になって、もうパンパンに腫れ上がって、もうジクジクすごい汁が出ですね顔から、まあ、そんな経験をした私だからこそ、あなたに伝えたい最強の痩せるですね、しかも健康的に痩せる朝食のメニューをお伝えしたいんです。まあ、例えばですね、まあ、夜飲み会とか食べ事があっていっぱい食べてしまったっていう、その翌朝はやっぱり少しお休みしたりとか、軽く済ませた方がですねいい場合もあります。いわプチファスティングですよね。ファスティングのことについても皆様こちら詳細欄の LINE に登録されて、私にいっぱいご相談されていらっしゃるんですけれども、そういった時はまた別なんですが、やはり日頃しっかり朝食を食べるというのはですねやはり大事なんですよね。では、今からあなたが健康で確実に痩せるための朝食のメニューをお伝えしていきますね。ではそのメリットなんですけれども、3つあります。でこの朝食、最強の朝食メニューを食べることで、まずあなたのその体温がですね上がるんです。先ほどですね、私が過去食べていたようなような朝ごはんではその低体温のままなんですよね。なぜかというとですね、あれ全部体を冷やす食べ物なんですよ。キンキンに、で腸がまず動きません。そうするとやっぱり腸が冷えますから低体温なんですね。で私今もう 36.78 とか体温あるんですけれども、当時はですね36度なかったんです。だいたい35度8分とかでね平気だったんですよ。これが普通だと思ってました。まあ、そんな体ですと、まあ、病気するわけですよね、まあ、太りますし。ですからこの今からお伝えするこの後からですね、後半にお伝えするこのメニューを食べていただくと、まずはあなたのその体温が上がることで、その基礎代謝が上がるわけです。すると何にもしなくても勝手に燃やす力がこうガーッとね上がるという、そのメリットを受けることができるんですよね。では2つ目です。血糖値です。でこれは何かと言いますとですね、もう本当私の過去のメニューもすごく役立ちますが、例えば甘いものを食べると
その血糖値がバーッとね、ものすごい勢いで上がるわけです。でその時はなんか元気になった気がするんですけれども、急激に血糖値を上げてしまうと、内臓や体にですね、すごく負担をかけるんですね。ですぐにその血糖値がもうなく、糖分がなくなってしまうわけですから、脳が足りないじゃないか、食べろ食べろってまたね、その指令を出してくるわけです。ですからまたさっき食べたばっかりなのにまたなんか食べたくなると、そういう悪循環をこの最強の朝食メニューを取れば、なんといきなりガーッと上げるのと逆で、なんと穏やかにですね、血糖値を上げてくれるんですよ。するといつまでたっても、ね、お腹が空かないんですよ。空きにくくなる。そう、そのことで結果この3番、食欲が自然とコントロールできるんです。またプラスですね、タンパク質を摂ることでしっかりとこの食欲を抑えることができるということなんですね。いかがですか？楽しみですか？私もお伝えするのが楽しみです。ではその内容ですけれども、まずはですね、腸内環境を良くすることがベースですから、常日頃からお伝えしてます通り、その発酵食品、水溶性食物繊維、オリゴ糖、EPA、DHA などやっぱりしっかり入っていることが条件なわけです。ではここで具体的なその痩せる最強の朝食メニューをお伝えしますね。こちらです。5つです。でまず、玄米です。白米よりも玄米です。なぜかというと、白米はですね、栄養がもうほとんどそぎ落とされてしまっているというのと、やはりここの血糖値がこうバッとやっぱり上がりやすいんですね。なので玄米に比べたらですね、パンなんかはもう火になりませんね。もうパンなんかはすぐ上がってしまいますけれども、なので玄米を食べることでそもそももうほぼほぼ栄養が取れてしまうという優れ食品ですし、血糖値を緩やかに上昇してくれるスーパー食品なんですね。ですからいつまでたってもお腹がその空きにくいわけです。なので玄米がおすすめの理由はそこです。で2つ目、ここですね、発酵食品です。味噌汁ですね。お味噌汁もパーフェクト食品ですよ。もうこの2つ、1番2番、朝忙しい方はこの1番2番とるだけでも十分です。十分。そしてプラスできれば、やはり私たち女性にとって優しいその大豆製品ですよね、納豆であったりお豆腐であったりですね、そういったのはやはりイソフラボンがたっぷり入ってますから、女性ホルモンの分泌にもすごくですね、影響を出してるんです。例えばその女性ホルモンの分泌が少ない方に対しては増やしてくれる動きになりますし、逆にこう分泌しすぎてる方は抑えてくれると、そのすごい役割をですね、この大豆製品でしてくれるんですよね。すごいですよね。で4つ目、卵です。卵はですね、その取りすぎちゃいけないとか、賛否というのはありますけれども、もちろん食べ過ぎはね、何でも良くないですよね。ただ卵はですね、やっぱりスーパー食品なんですよね。なぜかというと、ビタミン C と、この食物繊維以外の栄養素を全部持っているというですね、すごい食品なんです。ですから朝から卵はいいと思うんですよ。そして最後はやはり発酵食品、私やっぱぬか漬けだったりとかですね、味噌汁もそうですけれども、発酵食品で善玉菌を元気にしてあげるということが大事なんです。なので例えば、私の、今朝のメニューなんかはですね、玄米に紫もち麦をこう入れた、ご飯ですね、こうひじきのふりかけとかかけていただいたりとか、お味噌汁には塩麹納豆入れて食べましたし、大豆はですね、今日は納豆で取りましたね。で今日は娘のお弁当のおかずの一品にもしようと思ってですね、卵、いり卵を作って、でもういつもの、私の大好きなですね、ぬか漬けを入れました。これも全部取れてるわけです。ただこんなこと言うとですね、先生そんな朝からね、こんなことね、やっぱりできません、時間かかって大変、やっぱりパンとかの方がですね、もうパパッと食べていたら便利、もう特に忙しい朝は。そうなんですよね、わかります、すっごくわかります。私もそうです。できない日だってあります。そこでここからが大事。ここはまだ一例ですよ。でその最強のです、朝食メニュー、痩せるためのは今からお伝えします。超簡単です。玄米、卵かけご飯と塩麹納豆を
入れたお味噌汁にティースプーン1杯程度の甘み油オイルですねをちょっと味噌汁にですね足してあげて混ぜていただく。たったこれだけなんです。すごくないですか？超簡単、しかも全部取れますよ。そしてあなたは先ほどお伝えしたメリットが全部手に入って、朝からですねこの最強の朝食メニューを取ることで健康的に美しく痩せることができるんです。さあいかがだったですか？このメニューぜひですね、もう今すぐに取り入れていただきたいメニューなんです。そしてあなたご自身と大切なご家族、またまた周りの方々にどんどん、シェアして差し上げてくださいね。でまた繰り返しこの動画をご覧いただいて、繰り返しこう腑に落とすまでですね覚えていただきたいと思います。でまたこのお話役に立ったなと思ってくださいましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。